一週間の地震についてお伝えする週刊地震情報ですまずこちらの図をご覧くださいこちらは今日の午前10時までの一週間に発生した震度1以上の地震の震源をプロットしたものになりますこの一週間ですけれども震度3以上の地震は1回起きました その一回がこちらですね。えー、こちら、二十五日の十時一分頃に起きました。福島県沖の地震となります。マグニチュードが五点一、震源の深さが五十五キロとなっております。この地震によって、福島県の相馬市、そして浪江町、また宮城県の石巻市で震度四を観測しております。その他、福島県と宮城県で。 震度3を観測したところが多数ありましたこの福島県沖を震源とする地震で震度4以上の地震を観測するのは去年の10月21日以来およそ3か月ぶりのこととなります。 でこの福島県沖ですけれども2011年のマグニチュード9.0の超巨大地震のあと地震回数が大きく増加しました最近は少し減ってきてはいるんですけれどもまだその以前ですね2010年以前の数よりは多い状況が続いております去年年そして一昨年と マグニチュード7クラスの地震が起きたこともありますので、まあ、今後も大きな地震の発生に十分な注意が必要といったエリアとなります。 そしてこちらが海外の地震ですね USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード4.5以上の地震の震源となります最も大きかったのはこちら、日本時間の1月25日に起きましたアルゼンチンでのマグニチュード6.4の地震となりますこのマグニチュード6.4の地震ですけれども震源の深さが およそ596キロと大変深いところで発生をしましたこのアルゼンチンなんですけれども4日前の21日にもほぼ同じ場所でマグニチュード6.8の地震が起きておりまして一連の活動がこのように続いている可能性があるということになりますこの南米大陸なんですけれども沖合にプレート境界があります 南アメリカプレートとナスカプレートの境界線に当たっているところでしてこの辺り地震活動がもともと活発ということになりますが、まあ、チリなど太平洋の沿岸では浅いところで巨大地震が発生をしまして、まあ、日本にも津波が来ることがあるんですけれども今回はかなり震源が深い場所で起きましたので、まあ、津波等の発生はありませんでした。 最新の地震情報やトピックスについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。